怖い。
手を見事に。前方に見えます門、あちらをですね、開けますとお庭が始まります。皆様、本日はようこそ朝一番の桂離宮へお越しくださいました。皆様をお迎えしますこちらの道、三幸道といいまして、ご覧のように小さな石が散りばめてあります。これは天からあられが降ってきたようなと形容されるあられこぼしという技法です。今からですね、この前の橋、土橋を渡っていただくんですが、栗の木で形を作りまして、上に土を乗せています。両脇を飾りますのは馬杉苔です。どうぞ渡られてください。お着物姿の方に合わせてますので、小股で登っていただくことに。皆様眩しいですが、こちら右手の景色ご覧くださいませ。ここで当時ですね、 船遊びを楽しまれ、さらに夜になればですね、こちらちょうど東の空に当たるんですが、お月見をされたところなんですね。はい、しばらくこちら三幸道をまっすぐ進んでいただきます。こちらの道、かなり手間暇がかかってまして、これだけ多くの石を集め、さらに平らな面を上にして組み合わせてと、1日にこなせる量は皆様の大体一歩一歩2、30センチであったと言われています。技術が光る道ですね。歩かれましてもですね、これだけ多くの石が敷き詰めてあるにもかかわらず、足の裏に変な凹凸は感じられないかと思われますね。皆様、左手に見えてきましたのが三幸門です。こちら三幸門を通して奥ご覧いただきますと、奥に見えますのが桂離宮の正門です。どうぞ中に入っていただけます。改めまして、奥に見えますのが桂離宮の正門、表門とも御成門とも呼ばれています。道幅をご覧いただきますと、徐々に広がってきています。これは遠近法なんですね。ですので、実際よりも遠くに感じていらっしゃるかと。これはこちらですね、お越しでご到着の時にご利用だったんですが、遠近法がありますために、ご到着時には内側が近くに見え、お帰りの際には名残惜しい気持ちに合わせて、お帰りの御門が遠くに見えてという趣向なんですね。周りをご覧いただきますと、こちら竹林です。この桂離宮は竹林と雑木林に囲まれた
広さおよそ7万平方メートル弱、東京ドームの 1.5 倍ほどにあたります。ただいま現在はこの限られた敷地ですが、その当時はかなりの広がりがあったようで、周りは見渡す限りの田んぼと畑、畑にはウリの名産地だったんです。ウリの中でもマクワウリが多かったようで、当時はウリ見という行事がありまして、ウリ畑をご覧になられた後、こちらにお立ち寄りということも。また嵐山ですとか嵯峨野は貴族の人気のある遠足先、そこで過ごされた後、小舟を桂川に浮かべてゆらゆらとこちらにご到着。ここでも船遊び、さらには夜まで待ってお月見をされる、そういったところだったんですね。では皆様、今からですね、桂離宮の歴史をご案内いたします。お楽になされまして、好きな本をご覧になられていてください。ここ桂離宮の造営が始まったのは今から400年ほど前、1615年頃と伝わります。その年は大阪夏の陣で豊臣家が滅び、徳川政権が盤石の構えとなった年。それを象徴するかのように近中並びに公家諸法度が公布され、公家社会は学問芸術の分野にのみ専念すべき存在となった頃でした。造営を始めたのは八条宮初代歳仁親王、この方御用勢天皇の弟君でもあり、学芸に優れ、政治感覚についてさえも優れた資質を持っていたと伝わります。この土地ですが、古くより月の名所として名高いところで、平安時代には藤原道長の別荘の一つがここにあったといいます。その道長の別荘は源氏物語で光源氏が風流を楽しんだ桂殿のモデルにもなりました。その後この土地は藤原家、さらに近衛家に受け継がれた後、戦国の世に入り細川雄斎、さらに古田織部の手に渡りました。ですがその後、八条宮親王が江戸幕府に願い出てこの地を手に入れ、お庭作りを始められました。それが今から400年ほど前のことです。その作邸ですが、初代親王と二代親王の親子二代が50年ほどかけてほぼ現在の姿としたと伝わります。そのお二人の親王が目指されたのは宮廷文化、平安時代の貴族の風流な過ごし方でした。その八条宮家ですが、その後明治14年に途絶えまして、その後間もなく当時の宮内省がこちら桂山荘を所管することとなり、桂離宮と改称して現在に至ります。お待たせいたしました。後ろの御門ご覧くださいませ。改めまして御幸門です。こちら御水の上皇と奥方東福門院の御幸いらっしゃるという意味にちなんで名付けられています。かやぶき屋根、そして柱と桁にはあべまきという木が使われています。ちょっと耳慣れない感じもされるかもしれませんが、山に入れば結構見かける木だそうなんです。コルクの材料にもなるものなんですね。近づいて触っていただけますので、どうぞ。このあべまきという木が使われてますので、雨風にも強い作りですね。また見た目にも面白い。再び御幸道です。皆様、こちら桂離宮は進行方向の景色もさることながら、振り返ってご覧いただきましても、またありとあらゆる角度を楽しんでいただける、まあ、手抜きのないお庭ともして、そうですね、知られています。どうぞお好きな景色を探されてみてください。では再び御幸道です。その当時ですね、正門から入られた方々はこの道をまっすぐ土橋も越えてさらに進み、桂山荘の中心である御殿群にまず入られ、そこでしばらく過ごされた後にお庭を巡っていらっしゃったようなんですけれども、参観ルートはここで左に折れます。前方に見えてきましたこんもりと可愛らしいお山、こちらもみじ山と言います。こちらのもみじ山、一番最後に反対側からもご覧になる山です。
このまままっすぐ行ってしまいたいところですが、こちらですね、まっすぐ行くと池に落ちてしまいますので、ここまでなんです。ただここまでですね、進んでいただきましたらば、今から歩かれるところが見え隠れしてますので、こちらの景色もお楽しみください。はい、その後ですね、こちらお茶室正金亭への参道の始まりとなります。前方に見えてきましたのは外腰掛け、外腰掛けといいまして、お茶室の準備が整うまでの待ち合いです。先着順となりますが、どうぞよろしければおかけになられてください。前方ご覧くださいませ。富士自宅が整えられていますけれども、こちら中に収まっているのは蘇鉄です。まあ、南国のものですので、冬の寒さに弱いですね。毎年こうして、防寒をしていただいているんですね。まあ、蘇鉄というと今でいうと見慣れた植物ですが、その当時は大変珍しい南国のもの。実際こちら薩摩藩は島津家からのご献上と伝わります。こうした少しばかり珍しいものをお見せして、ちょっと驚いていただくというのもおもてなしの一つ、ここで歓迎の意が表されています。見ていただきますと、ちょっとこう山になっていますね。蘇鉄山と呼んでいるんですが、先ほどのもみじ山と同様に人の力で築かれています。背後に池があるんですが、その池を掘った時に出た土を持って作ってあるんですね。ではなぜかと言いますと、お庭を一望していただかないためなんですね。後ほど左の方に進まれますと景色がパッと広がるんですが、それは後のお楽しみとしていただき、ここではしばしお待ちをという趣向なんです。皆様、こちらの土地、平安時代には藤原の道長の別荘があったと申しましたが、八条宮が策定を開始したのは今から400年ほど前、道長の時代はさらに遡ること600年の隔たりありまして、八条宮がこの土地を探し当てるのも容易のこと、さらには道長の別荘跡は見る影もなかったと言いますので、こちらのお庭作りは八条宮が一から始めたと考えていいようなんですね。こちらの石、大きいですよね。陸内で一番大きいんですが、大きいものから小さいものへと並べまして、ここでも遠近法が取られてますので、実際よりも奥行きを感じていただける作りです。また右手の方をご覧いただきますと、奥に灯籠がありますね。かなり背丈が低いのはお月見のためなんです。まずお足元を照らすため、さらには月の光を灯籠の明かりに邪魔されたくない、その思いからこの高さと伝わります。また真ん中、お長寿鉢ですね。こちらの離宮にはどの建物にもお長寿鉢があるんですけれども、こちら二重マス型長寿鉢。外側も、そして、水穴もですね、マス型となっています。ただいま現在中に詰まってますのは白川の砂なんですが、これは保存のためですね。そしてですね、こちら目のこの一番手前にありますのが前石。この字型、人によっては月の形とも言われるんですが、大変立派なものです。これは円周好みを表しています。この小堀円周という方、まず大名。大名でありつつ、千利休の弟子の弟子にあたる方で、大茶人でもあったんですね。さらにはお茶室を中心としたお庭作りの総合プロデューサーとして、第一の名声を誇っていらした方です。初代親王と同じ年に生まれ、信仰もあったようなんですが、幕府のお抱えでもあり多忙でもありと、直接こちらのお庭作りに関与したとは考えにくいようなんですが、それでも円周好みがちょこちょこっと出てきますので、またご案内いたします。最後にこちら前の敷石ご覧くださいませ。結構長いんですね。
お庭の世界では延べ段という言葉を使うんですが、切った石と自然石との取り合わせです。切石の方ではお客様をおもてなしする最高の緊張感が表現されていまして、一方こちら自然石の方では、そうは言ってもゆったりとお過ごしいただきたい、そういった思いが込められていると伝わります。では皆様、360度ご覧になられまして、その後延べ段に乗られてください。もしよろしければこの辺りからですね、延べ段ご覧になられますと、かなり長いのをご覧いただけますね。また一番奥に立ってます灯籠はですね、この延べ段をここまでと受け止める形と言われています。はい、では皆様、今からですね、お茶室昇金亭へとご案内いたします。大丈夫です。ありがとうございます。皆様、ぜひともこの辺りの景色、右の方からずっとご覧くださいませ。皆様、ここで左手の方をご覧いただけますでしょうか。小さな流れが見えます。桂川の上流、大井川に見立てられているんですが、何やら水音が。近づいてご覧になられますと、小さな落とし込み、落差わずかでありながら高く鳴り響く工夫がされてまして、後ほど昇金亭からもお聞きいただけるはずです。皆様、こちらが桂離宮を代表するお茶室昇金亭を中心とした景色です。皆様、目の前に広がります景色、池ではあるんですが、お庭を作った側からすると海を感じていただきたいところなんです。こちら平たい石が並んでますね。ふすはまといいまして、穏やかな海を表現しています。その先端に立ちます可愛らしい灯籠、岬灯籠です。少し目線を先に送っていただくと、小さな石橋、さらに島の連なりがあります。こちらは天の橋立てとご覧ください。というのが、初代親王の奥方は宮津藩から嫁がれていまして、奥様のふるさとの景色なんですね。さらに天の橋立ては和歌の重要な舞台、こちらの宮家は和歌に大変造形の深い家系でもあり、そういった意味でも天の橋立てがお庭の中心となっています。またぜひご覧いただきたいのが対岸ですね。白壁の建物が見えます。御殿群の一番右に位置します御所院といいまして、桂山荘が始まったところ、あそこが離宮の一番古いお土地なんですね。こちらキリシタン道路です。下の方ご覧になられると、お地蔵様ともマリア様とも思われるような顔が覗いています。またぜひこちらでですね、対岸ご覧いただきたいんですが、御殿群の軒の重なりがきれいに見ていただけるところですね。この辺りから振り返ってご覧になられますと、キリシタン道路、岬道路、さらにもう一つ向こうに立っているのもキリシタン道路です。こちらのお庭ですね、かなり力強いんです。縦石といいまして、立っている石も結構ありますし、またこの辺り一帯、前も後ろもご覧いただきますと、荒磯と呼ばれまして、強い波しぶきがザブンとかかるのが似合うところとされています。
また後ろの方ですね、小高いところに小さな東屋、こちらはお茶事の途中にお客様がご休憩を取られていたところなんですね。では皆様、今からお茶室昇金亭に向けてこの白川橋を渡っていただきますが、ちょこんと乗ってるだけですが、400年間落ちたことありませんのでご安心ください。そうは言っても手すりがありませんので、この上での お札上ですね、もうご遠慮くださいませ。この白川橋を渡り切られましたらば、真正面に見えますのが二次入口、お茶室への入り口なんですが、全部で8つの窓がある明るい茶室と形容されます。これも演習好みです。さらに右手、海の中に4つの石が並んでいますが、これはこの地線全体をお手水鉢と見立てた流れの手水と呼ばれまして、これも演習好みなんです。さらにですね、左手、灯籠が立ってますが、夜雨灯籠、夜の雨の灯籠と書きます。というのが、こちらお茶室昇金亭は冬の夜、雨の中の姿が一番美しいとされていまして、その思いを込めた灯籠です。なぜか不思議と雨の中の姿が似合いそうな灯籠です。こちらもご覧くださいませ。ではですね、白川橋に乗られる前にこの対岸含め景色を目に収められまして、白川橋はもう慎重に進まれてください。こちらお茶室の入り口です。暗く感じられるかもしれませんが、千利休はもう真っ暗な二条敷の外とのつながりのないお茶室だったところを、弟子の弟子の円周がここまで明るくしたと言われています。また海の中4つの石並んでます、流れの手水、勇気のある方はここで手を清められていたわけですが、ただいま現在は地下水を汲み上げているんですが、その当時は桂川の流れが入り込んできましたので、かなり清やかな流れだったかと。また振り返ってご覧いただきました、あちらがですね、夜雨灯籠です。なんとも不思議と雨の中の姿が似合いそう、そんな灯籠ですね。ぜひここもですね、ご覧くださいね。額縁のある緑もまた一段と映えますね。ですね、この辺りから緑ご覧になられても綺麗ですね。はい、建物の方ですね、3点ご案内したいんですが、まずですね、奥の方ご覧いただきますと、お茶室の床の間が見えます。上と下色が変わってまして、真ん中波打っているの分かられますでしょうかね。あれは当時桂川が氾濫した時に水位があそこまで達したその後だと言われています。大変な暴れ川だったんです。ただ他の壁はきれいに直っているとこ見ますと、あそこだけ残してお茶会の時の話題にされていたかもしれないですね。続きまして、お待たせいたしました、こちら市松模様です。大胆な大きさですね。もうこれが400年近く前の感覚という、もうかなりモダンなセンスをお持ちだったかと。もちろん和紙が使われているんですが、令和の発表があった時と同じあの和紙、越前褒章です。ただ市松模様で全て埋め尽くしてしまうのではなく、お隣の部屋は藍一色なんですね。メリハリも効かせています。最後にもう一つ、こちら九度構えなんですが、面白い場所にありますね。建物の真ん中、真ん前です、というのが、こちらお茶だけでなくお料理も出されていたんですが、よく冬にご利用で、まあ、冷めてしまいやすいお料理をお客様の目の前で調理して、もうすぐに温かいままという、おもてなしの気持ちからこの場所と伝わります。では皆様、お庭の方をご覧くださいませ。もしよろしければですね、左右に座っていただけるところありますので、こちらもですね、もし必要な方いらっしゃいましたら、お座りになられてください。こちら、昇金亭というだけありまして、松がたくさん植わっています。
右手天の橋立ての松も立派ですが、そしてこちら黒松ですね、幹が黒々としてますよね。さらには対岸ご覧いただきますと、枝ぶりのいい松、あちら赤松なんですね。その赤松の左手、小高いところに立つ小さな建物、あちら月波楼といいまして、まあ、一番最後にご案内するんですが、この小高いところに立っているというのがなかなか重要な点でもありますので、お気に留めておかれてください。また月波楼の後ろに山の頂が覗いてますが、あれが愛宕山ですね。京都の、西北を守っている山なんですね。最近よくですね、ヘリコプターが飛ぶんです。おそらくはモミジの中継の行き帰りなんだと思われますね。はい、では皆様、海の次には山に入っていただきます。あちらに見えますのは杉木立、少々山登りしていただいたら、頂上には峠の茶屋が皆様を待っています。前方ですね、土橋ご覧いただけますでしょうか。あの土橋も渡られるんですが、あの向こうを蛍谷と言っていまして、カワセミが住処としているならばあそこだろうと言われています。山に向かわれる前に、少々こちら昭金亭の横顔をご覧くださいませ。まあ、言葉前で目の前で調理されるお料理のほかですね、船で持ち込まれるものもあります。どうぞ前の方お越しくださいね。こちら冷めてしまったお料理を一旦戸袋の中に入れ、下に石炉がありますが、ここに木炭を置いて部屋中を温めると同時に、あわよくば中のお料理も温まらないものかと試されたのがこちら。まあ、結果は芳しくなかったかもしれませんが、そういう挑戦をされたところなんですね。上の絵ですけれども、すべて鳥の絵です。左手、オナガ鳥はちょっと見かけませんが、続いてカワセミ、セキレイ、スズメはですね、まあ、タイミングが合えば出会っていただけます。はい、ではここからでもですね、市松模様もご覧いただきまして、続きまして山に向けてご出発です。少々お耳を拝借します。まもなく山登りが始まりますが、もうすぐ山頂というところでですね、左手に灯籠が見えてきます。水ボタル道路と言いまして、そこに火を灯すと、対岸の古書院から見ると、水もにゆらゆらとまるで一つがいのホタルのように見えたということから、水ボタル道路と呼ばれています。そちらもご覧ください。
です。もう突っ込んでいただくと、逆三角形の穴が二つ縦に並んでいまして、ここに火を灯すとですね、ちょうど対岸、古書院から見ると、水もゆらゆらと映っていたようなんですね。難しい流れですね。ご到着のこちら峠の茶屋風松花亭です。随分山道を登ってこられたご気分かもしれませんし、またですね、下の方をご覧いただきましたらば、水面がかなり下方に見えます。ただ高低差はですね、6メートルほどなんです。松花亭、松金亭脇の白川橋が 5.7 メートルと言いますので、さほど高くはないんですが、こちらの山もですね、人の力でこの高さまでに築かれていますので、頑張った高さではあります。また周りご覧いただきますとですね、今は木々が高く茂っていまして、まあ見晴らしは効かないんですけれども、その当時は愛宕山もくっきりと、桂川の上流大井川まで、さらにはですね、周りに広がる田畑まで見通せたと言いますので、かなりの景色だったようなんですね。ただこちらお茶室賞金礼で求められましたのはこの景色ではなく、実は奥の景色だったんです。どうぞ順番に覗き込まれてみてください。奥の窓、レンジ窓というんですが、そこを通してご覧いただくと谷間が見えるかと。新山幽谷とまではいかないものの、ここではこの景色を前にして静かにお茶を飲む、そんな時間を過ごされていたようなんですね。ご覧になられた方からどうぞ、もしよろしければですね、畳を変えたばかりですので、よろしければお座りになられて周りの景色をご覧くださいませ。前に板が渡っているんですが、当時はここに大きなのれんをかけまして、最初こそですね、周りの前方の景色を眺められたかもしれませんが、その後は奥の景色と向き合い、静かに時間を過ごされていたということなんです。皆様ご遠慮されてます、座っていただいて結構なんですけれどもね。上の辺が風ですけれども、松花亭と呼びます。真ん中の字はお茶とお花を足して上手に割ったような字なんですね。また最後にですね、北島戸というのが顔を覗かせてるんですが、これ本来壁の中に隠れているべきところを残しまして、風情を感じていただき、また風通しも良くする、そんな窓なんですね。これのあるなしで随分と雰囲気が違うかと。では皆様、まもなく下山していただきますが、下に降りられましたら対岸に見えてくるのは桂山荘の中心をなす御殿群です。そこで少々ご案内いたしますね。ではどうぞ、もしよろしければこの辺りから振り向かれまして、こちら松花亭でした。
皆様、対岸に見えますのが桂山荘の中心をなす御殿群です。4つの建物が連なっているんですが、左3つはすべて増築なんです。増築のたびに奥にずらして建てていますので、上から見ると眼光型といいまして、鳥が群れをなして飛んでいる姿に例えられます。一番右手、妻をこちらに向けて立っているのが古書院、桂山荘が始まったところです。続きまして、あの大きなもみの木の向こうに見えているのが中書院、二代親王のご婚礼に際し増築されています。さらに左二つですが、小さい方が楽器の間、一番左が新御殿といいまして、こちらの二つは御水の上皇がいらっしゃるのに合わせて増築されています。こちらの宮家は御水の上皇とはかなり近い親戚関係なんですが、それでもお迎えするにあたり新しい建物を準備してまで歓迎するという、そういう時代でもあったようです。皆様、目の前の池ご覧くださいませ。曲線が美しいですが、この周りに植わってますのは霧島ツツジ、季節ともなれば真っ赤なお花をつけまして、この辺り目の覚めるような景色と変わります。では続きまして、前方に見えてきましたのは恩林堂の横顔です。こちら宮家代々の持仏堂、敷地に入られるときに石が切り替わりまして、自然の石から切石へと世界の変わったことをお知らせしています。皆様、こちら恩林堂です。宮家代々の持仏堂ですが、宮家が途絶えましたあとは、中のものはすべて相国寺の塔頭、そちらが菩提寺、さらには京都御所へと分散されましたので、ただいま現在は中身は空っぽです。その当時は代々のご位牌、画像、観音様、さらには細川雄斎の画像も安置されていたと。この細川雄斎という方、初代親王の学問の先生、特に国賓伝授を授けてくださった方として崇拝の対象となったようです。その和歌の伝統は今の皇室にも受け継がれています。上を見上げていただきますと恩林堂と読むんですが、御水の上皇によるご神筆、この方大変なご長寿で85歳まで生きられました。多くの方を見送られたんですが、その中に初代二代親王もいらっしゃり、そのお二人の死を悼んで書かれたのがこの字と伝わります。かなりのご達筆ですが、やはりもうご達筆の方がもうザラザラっとゾロゾロっといらっしゃったからでしょうね。三筆とかそういうのには選ばれてはいらっしゃらないですね。皆様、振り向いていただきましたら灯籠2基が目に入られますが、こちらはですね、お月見とは関係なく神社仏閣の大きさです。今から向かっていただくのは左手に見えます、あちら小井軒です。木々との調和が美しいですが、右手もう落葉してしまったんですけれども、枝振りのいい木がありますね。あちらしだれ桜です。またその季節になれば違った表情を見せてくれますね。では今から土橋渡っていただきますが、渡りきられましたら今一度、恩林堂を振り向かれてみてください。土橋の頂上から右手ご覧いただきますと、遠目ではありますが海の景色が覗いているの分かられますでしょうかね。岬道路ですとか、あの力強い石組みが見えるかと。恩林堂を振り向いていただきますと、
利休内にあって唯一本瓦葺き、他と雰囲気を異にします。その違和感を和らげるためにむくらせ屋根といいまして、屋根をこんもりとさせる、そういった配慮もなされています。皆様大変ご覧くださいませ。改めまして正意見です。先ほど海の向こうから、土橋の向こうに屋根が覗いていたその建物です。大変風通しのいいところとして知られています。こちらに向かっていただきます。皆様どうぞここからですね、御殿群の横側をご覧くださいませ。先ほど増築のたびに奥にずらして建てたということ申しましたが、それをよく見て取っていただけるかと。このことによりより多くの部屋に風と光が入り、また多くの部屋からお庭をめでることができる、そういったいいところがあるんですね。ではどうぞ。ご到着のこちら正意見です。風通しの良いところとして知られるんですが、その秘訣は前には水辺、奥には陸地がありまして、温まり方に差ができますので、その温度差で風が通りやすいんですね。どうぞ皆様中入られてくださいね。実際暑い夏にはこの涼風を求めて親王方はこちらにお泊まりになったこともあったようで、蚊帳を釣った跡が残っています。奥の窓ご覧くださいませ、まあ、その当時は見渡す限りの田畑であったといいますので、もうかなりの景色であったかと思いますけれども、こちらの窓、利休内にあって唯一外の世界とのつながりのある窓でして、こちらの窓を通して親王方は四季の移ろいですとか、お米の出来具合、さらにはここで農耕作業される方々との、交流もあったようなんですね。そういったワクワクするような窓になったんです。窓の下ご覧いただきますと、腰割りといいまして、右と左、チェック柄のところはですね、ビロード生地でできてるんです。そして気になされるかと思います、真ん中の金箔ですが、ある時虫食いが見つかったようで、それを隠すためにとは言われているんです。ただ虫食い云々よりもデザインでしょうね、対岸からの見え方ですとか、そういった計算が働いているものと思われますね、うん、皆様こちら正意見はいろいろ工夫がされているんですが、まず中ですね、襖ご覧いただきますと、引き手がかなり細身、よく見ていただくと船の貝オールの形なんですね。さらにはこの建物なんですけど、一番右手が出っ張ってまして、徐々に奥まって最後までという、ちょっと変わった作りですよね。さらに上を見上げていただきますと、6つの丸窓、こちら1年のお月様を6つに分けたということなんですが、なぜ6つなのかはちょっと分かっていません。ただ夏の夕暮れ、中で火が灯り、その木漏れ日がですね、対岸から見ようものならば、かなり風情のある景色だったろうと思われますね。皆様あと1点ですね、ちょっと狭いんですが、こちら回り込んでいただきますと、ここには板戸があります。杉の木なんですけれども、ここにはめ込まれていますのは、引き手にされた弓矢の矢なんです。このアイディアも面白いんですが、さらにこの矢なんですね、豊臣秀吉のご献上と伝わります。親王家と豊臣家との関係お気に入りされる方があったですらですね、ちょっと司馬太郎とかそういうのを読んでいただいたらいいかと思います。皆様もしよろしければ縁側にお座りになられまして、お庭をめでられてください。皆様先ほど恩林堂前の土橋を渡られた時に、向こうに海の景色が顔を覗かせていたかと思いますが、ここからはまるっきり見えない作りとなっているんです。
というのがこの相違見という名前は山中問答、山の中の問答から取られていまして、山奥、しかも千人が住んでいるような山奥を理想とされているんですね。ですので海の景色はもう見えないのはもう計算づくというところでしょうね。皆様、山奥を感じていただくためしばし沈黙しますね。皆様、対岸に見えます道路、あちら雪見道路です。まあ、姿の大変美しいものと評価の高いものですね。さらに目の前に伸びていますこの延べ段、すべて自然の石です。心の底からゆったりと過ごしていただきたいし、過ごしたい、そういった思いが込められています。さらにはこちらお手水橋があるんですが、浮月という名前がついています。そしてこの前石なんですが、ここに足を置いて柄杓を手に取られるわけですけれども、遠すぎやしないか、高すぎやしないかといろんな方が心配されています。ただもう今となってはどうしてこの取り合わせなのかはもう知る由もなしというところですね。では皆様、まもなくこちらを後にしていただきまして、続きまして前方に見えます、御殿群、さらにはその向こう小高いところに立つ月波楼へとご案内いたします。ちょっと離れがたいでしょうけれどもね。はい、どうぞ。皆様、こちらの灯籠、なんという名前だと思われます？もう見たまんまです。三角灯籠です。相違見を今一度ご覧くださいませ。相違見は対岸から見るのが一番美しいとされています。農家の造りなんです。農家の造りですので、どこか懐かしい日本のふるさと、里の風景と言ってもいいかもしれないですね。はい、ではどうぞ。こちら雪見道路ですね。こちらの縦長のスペース、馬を走らせる馬場ですとか弓矢の練習をされていたところだとか、またこちらですね、蹴鞠の広場、二代親王は蹴鞠の名人でもあったようなんです。皆様、目の前に現れてきました、こちらが桂山荘の中心をなす御殿群です。先ほど増築という話をしましたが、その方法は元あった建物の一部を崩しまして、そこに新しい建物を連結していったようなんですね。さらには高床式です。一部床下がすのこ状になってますのは、桂川が氾濫した時にもその水が抜け出すように、さらにはですね、風も通りますので暑い夏を少しでも涼しくと、またさらにはこれが一番大切なんですが、この高さがお庭をめでるのに一番いいと考えられてのことだったようなんです。皆様、こちらの御殿群、かなり軽やかな印象を受けられるかと思います。白い障子に白い壁、さらに床下の柱もかなりの細身です。そういったところにも要因があろうかと思いますが、こちらの建物全部ご覧いただきますと、統一感はあるもののですね、その
建物の向きも違えば大きさも違い、さらには軒先の高さもまちまちと、結構個性的なんです。そういったところに軽やかさの秘訣があろうかと思われますね。こちらの御殿群、玄関口は一番右手にあるんですが、早くお部屋に帰られたい方のように飛び石も用意されてますね。また下のこの石なんですが、緑がかってます。紀州石、夜露に濡れるとキラキラと大変美しいそうなんです。ただ夜この離宮にいられるのは皇宮警察の方だけなんです。ですのでそうらしいということですね。皆様、この辺り石組みがもう力強いですね。ここ船着きなんですけれども、かなりの力強い石組みが配されています。それもそのはず、目の前に現れてきました、こちらが御所院、桂山荘が始まったところです。目の前にあります、こちらの台が月見台、お月見されたところなんですが、めでられたのは池の方。高貴な方は上を見上げないという話がありまして、それを信じるならば、めでられたのは水面に映ったお月様。さらには左手前方に七重の石塔がありますが、あれが月の出始めを指し示していたといいますので、高く昇る前のお月様ですね。ただいま現在は木々が邪魔してますけれども、その当時は必ずやあそこに空が覗いていたはずです。こちらの御殿群がですね、正面を向けてます。この方角、これは貴族の屋敷の法則にも天皇家の屋敷の法則にも合わず、東南29度、これは造営に着手した年の、中秋の名月の月の出とピタッと合っていると言いますので、こちら桂山荘はお月見のために作られたと言っていいようなんですね。では皆様、こちらですね、こちらの景色とはここでお別れとなりますので、どうぞ振り向かれて、ご覧になられまして、今から小高いところに立つ月波楼へとご案内いたします。でも一番古いお土地となりますので、どうぞこのお手水鉢ですとか灯籠、苔が蒸していますね。皆様、月波楼にご到着です。まず右手の景色をご覧くださいませ。昇金亭を中心とした海の景色です。一松模様もあれだけ大きいからこそ、対岸からもくっきりとご覧いただけますね。どうぞ。そしてこの月波楼の面白いところは、少し視線を動かしていただくと、真正面の窓から見えるのは山のみ。一番奥のあの山は紅葉山、一番最初に向こうを歩かれたあの山なんですね。こちら月波楼はですね、離宮の船に見立てられます。昇金亭の見える方の景色をご覧いただきますと、竹が渡っていますね。その手前で水面に映ったお月様をご覧になろうものならば、まるで船に乗っているようなご気分だったかと。しかも水面からちょっと差がありますので、小さな船ではなく大きな船でゆったりとというご気分でしょうね。これも小高いところに立っているからこそなんです。さらには紅葉山もですね、今からちょっと下の方に下がられますと途端に見えなくなるんです。この紅葉山の景色もやはり小高いところに立っているからこそということですね。皆様、こちらですね、建築順番に言いますと御所院ですね、続きましてこの月波楼、その後に昇金亭と続きます。ですので昇金亭は必ずや月波楼からの景色を意識してのあの場所、あのデザインとなろうかと。こちら桂離宮は人が作り得る最高の美とも表現されます。まあ、400年も経ちまして馴染んでますけれども、建物はもちろんのこと、池、山、そして木、石までも全てデザインされ持ち込まれているんですね。ですのでそういった意味でも、人
人はここまで美しいものを作れるという、そういった実験のようなところですね。ではご満足された方から玄関口の方へとご案内いたしますね。左手玄関口、御殿宮への玄関口です。ギリギリのところまで進んでいただきますと、左手に見えてくる灯籠もこれまたキリシタン灯籠なんですね。玄関の前にもキリシタン灯籠です。またこちらの延べ段ですけれども、現代の目から見ると、まあ、見慣れた雰囲気かと思いますけれども、これが当時の最高級です。44の切り石を配しまして、お客様をおもてなしする最高の緊張感が表現されています。また右手のですね、お蝶座鉢、あれお蝶座鉢なんです。かなり厳しい様子で立ってますね。まあ、あれなどは実用されていたのではなく、おそらく魔除けの役割をしていたのではと言われています。というのが、後ほど門を出られた向こう側からですね、門の真ん中にスッと見その姿が見えるんですね。ですので、入り口から何か邪悪なものが入ってこないように見守っているようなお手水鉢ですね。皆様、外に出られるときにこの5つの石をですね、ご覧になられた後、門の外に出られてください。門の外からですね、振り向かれますと、玄関に入られる方の後ろ姿が見えない作りとなっているんです。そのためでしょうね、延べ段と門との角度にズレが生じています。その角度のズレに違和感なく、やり過ごせるのが、あの5つの石のなせる技だと。あの5つの石があることによって、ああズレてるなってことが頭に意識に上らずに、歩いていける、そういった工夫がされているみたいですね。皆様、ぐるっと回られまして、一番最後にご覧いただきたいのが、岬の先端に立つあの赤松、対岸から何度かご覧になられたあの松です。こちら、蘇鉄山と同様に、お庭を一望していただかないための工夫です。こちら、桂離宮は400年ほど前に造営に着手されましたが、それからなんと火災に遭うこともなく、その当時の姿をとどめています。造営にあたった2人の親王が目指されたのは宮廷文化、平安時代の貴族の風流な過ごし方でした。まあ、斬新なところもたくさんありますので、全てとはいきませんが、どこかしらにその空気を感じていただけたかもしれないですね。では本日は桂離宮の海、そしてあちらに見えます山、最後に里と巡っていただきまして、本日のご参観は以上となります。どうもありがとうございました。皆さんももみじ山が見えないですよね、ここでね。その先ほどもみじ山眺めていられたのがあの窓なんです。小高いところに立っているというのが重要な。またですね、見返っていただきますとですね、やはりお蝶子口が入り口を守っているというのも、そうかなというところですね。